安心チームソドモアツミノルンです。はい、よろしくお願いします。ということで本日はルン君が今年一番美味しい料理を作るらしい。わぁ、マジで彼言ってました。今回は僕の嘘じゃなくて、ね、今年一で、今年一らしい、本当に今年一らしい、自信満々で言ってたから。初めて作るんですけど、なんか初めて作るけど、もう今年一って決まってるらしいんでね、すごいね、本当にね、すごい。何作ってくれるんですか、今日は。あのね、最近ショート見てたら、なんか居酒屋のね、あれで、牡蠣の浅漬けっていうのが、牡蠣の浅漬け出てきて、で、まあ、特にレシピとか書いてなかったんだけど、見よう見まねで、まあ普通に浅漬けやろっていうことで。おお、マジ。でも今回はあのね、ちょっと本当に誰でも簡単に作れるように、今日はちょっと浅漬けの素を、はいはいはい、これね、はいはい、で別に作ってもいいんで、作るやつはまあ別に一からやってもいいけど、今回はまあ誰でもできるようにしようってことね。そう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 、って感じで。本当に大丈夫？やってみようかなと思います。はい、じゃあ頑張りましょう。ということで早速作っていきましょう。お願いします。はい、もう非常に簡単です。もう牡蠣と浅漬けの素、とりあえず今回ちょっと生食用のやつなんだけど、これ茹でます。はいはいはい、はい、そう、新鮮なやつをね。安心だ。そうそう、安心安全で。一回当たってるから怖いわ。いや、おこもさん食べたいんだよ、もちろん。なんかその、なんだろうな、別に信頼してないわけじゃんけど、ちょっとパックに入った牡蠣ちょっと怖い。そうね、わかるよ。パックに入った牡蠣ちょっと怖い。で、これちょっと一回洗います。はい、よし。で、こちら、はい、2、3分茹でます、お湯で。おーい、ういはい、いってらっしゃい。はい、ちょっと茹でたら一回ザルに開けます。はい、しっかり氷水で締める。そしたらしっかり水気取りますね。取りますから。そしたらジップロック。はい、浅漬けの素。きゅうりの浅漬け食べた。やだ。はい、これで、はい、ね、2、30分待つだけですね。はーい、つけます。バイバイ。使いました。まあ20分ちょいぐらい多分つけた感じですね。盛ります。いや、どうなんだろうな、いい感じにな感じはするけど。いや、でもこれ多分牡蠣好きな人はね、結構ね、いいと思うんだよね。はい、ということでできました、牡蠣の浅漬けです。まあ善は急げと言いますので食べます。問題です、ルン君。今から食べるのは牡蠣ですが、真珠を作るときに使われる貝は何でしょう。ホタテ。ファイナルアンサー。まっちゃんはアワビだ。いや、ホタテ。アワビのどこに入れるんだよ。正解は、テケ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 うん、牡蠣だな。うまい。うん、あ、でも、酸味があって、うん、いいね。え、うまい、これ多分、もう20分ぐらい。まあ、確かにね、もっとつけてもよかったなって気はするけど、え、なんかちっちゃいの食べたからかしんないけど、結構使ってよ。あ、ほんとに。まあ、でも、まあ、使ってはいるから、なんか牡蠣のね、ちょっと嫌なところとかが、漬け込んであることでちょっと抑えめになってるというか、これいいね、これいい、なんか普通に食うときこれで食べたらいいんじゃねえかぐらいの感じあるね。あの、まあ牡蠣好きな人で、うん、生牡蠣ちょっとトラウマある人は、うん、いいと思う。あ、そっか、お湯にも、ね、どうぞ生じゃないね。うん、でもなんか生食ってるみたいな感じで、そうね、美味しいよ。で、これいいよ、マジで、うん、全然いいと思う。これはお酒飲みたくなる、うん、これビールだ。これビール飲みたくなるわ。これをこう見せてたら出す、ね、ビールとか日本酒とかね、これいいね、すごく、うまい、美味しい、簡単だし、うん、これなんか
ね、お父さんお母さん、うん、おつまみに、ね、料理のおつまみいいんじゃないでしょうか、すごく、うん、簡単なのに美味しい、うん、いいね、いいね、生で食べるの怖いもんね、ちょっとね、スーパーのやつね、うん、しんどいです、はい、はい、ということで、はい、今回はルン君が、めちゃめちゃ美味しい牡蠣の作り方という、牡蠣の料理ということで、牡蠣の浅漬け、ね、うん、作っていただきましたけれども、うん、はい、非常にね、あの牡蠣僕苦手っていうか、まあそこまで好きじゃないんですけど、全然、うん、あのそこまで臭みとかもね、あの感じず食べることできたので、皆さんもぜひ真似してみてはいかがでしょうか、うん、はい、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイバイバーイ。